キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、 DAO による悪意なきポンジスキームというようなところでお話の方させていただきたいと思います。私のこちらの番組はですね、主に YouTube で配信させていただいておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、仮想通貨のマイニングなど、ちょっと専門的なお話などもさせていただいております。こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄ですね、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますので、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では、本題の DAO による悪意なきポンジスキームというようなところでのお話なんですが、早速ですが、このポンジスキームという言葉、皆さんご存知でしょうか。こちらはですね、有名な詐欺の手法の一つでもあるんですが、有価証券とかね、株とかそういったものをこう取り扱った、詐欺なんですけど、もともとはですね、こちら1920年頃に起きた、とある事件ですね。その時にこう、犯人でもあるこの詐欺師のね、チャールズ・ポンジがその名の由来になっていると、されているようなところがあるんですが、こちらウィキペディアとかにね結構載ってるんで、もしちょっと興味あったら、見ていただければというようなところがあるんですが、ざっくり、その詐欺の手口についてお話ししますとですね、なんかのね投資案件ですね、それで出資を募って、で高額な配当を提供しますみたいな感じで、それで、投資家をこうどんどん集めていくわけなんですけど、で実際はですね、その投資金集めたお金はですね、運用などはしておらず、どういうふうにやって配当をこう提供してたかっていうと、後から来る投資家のお金を、そのままこう配当に回して、いわゆる自転車操業ですよね、そのような感じをこう繰り返してって、でどんどん投資家を増やしたところで、最後にお金持ってドローン、はい、そういうような感じで、逃げて、犯人はそのお金持ってに逃げてってしまうみたいな、そんなようなのがポンジスキームの、手口そのものではあるんですが、それなんですね。これ実は100年の時を超えた、現代のね、このインターネット発達した現代でもですね、それに似た手口が後を絶えずというかですね、現代ではですね、さらにね、ポンジスキーム、これがいろいろ進化をこう遂げて、より一層増えてきているのかなというふうにこう感じるようなところがありまして、それでよくやられるのがこの仮想通貨関連のものですよね。この DAO なんてのはですね、まさにそのポンジスキームが横行しまくってるかなというようなところもありますかね。はい、というのもですね、この DAO はですね、基本ね、自分の正体をばらさずに、匿名でこういろんな人とこうお金こう募ってやり取りしたりすることができるわけなので、なればなおですよね。自分の身を明かさずにお金もらえるなんていうんだったら、そりゃあね、ポンジスキームみたいなのをやりたいっていうような人がいっぱい出てくるに決まってるんで、だからこの仮想通貨と詐欺っていうのは、基本、セットみたいな、そんなようなところがあるんで、この部分はですね、仮想通貨でビジネスを始めるっていうようなところをちょっと考えてる方は、少なくともね、このポンジスキームのその手口とかそういったものはね、頭の片隅にでも入れておいた方がいいのかなっていうような、そんなような、感じですよね。というのも、どうですかね、この最近のね、この仮想通貨の大暴落をこう前にしてこう考えてみると、この仮想通貨関連もほぼ全部今ポンジスキームになってんじゃないかっていう思うぐらいの、この今暴落が起きているわけなんですけど、なんでこういうような詐欺が横行してしまうのかなっていうようなところを、この根底的に考える必要があるんですよね。なんで人はこういうふうな感じでこう騙されてしまって、で加害者と被害者に分かれて、加害者が被害者からお金をこう踏んだくって、それでこうね、なんか悪いビジネスみたいなものができてしまうのかっていうようなところの根本的なことを考えるとですね、やっぱなんやかんやってですね、人の、
欲望にそれがあるのかなというふうに感じているようなところなんですよね。まあそのどんなようなこうねポンジスキームの派生型みたいなのがいろいろ世に今出てはおりますけど、まあどれとってもですね、基本の木はですね、やっぱその人間の儲けたいっていう欲望で人を釣るんですよね。でそれで釣って後から来る、情弱な投資家からお金をもらう、まあ、この原理はですね、まあ、どんな派生型のポンジスキームを見てもこの原理はですね、まあ、どれにもこう当てはまることなのかなというようなところですよね、はい、でここでですねもう一つね注目するポイントがあるんですよ。このポンジスキームを考えるときにね、うん、それはですね、このポンジスキームの詐欺が横行している中でも、ちゃんと利益を出して逃げ切った投資家も、いるのは事実なんですよね。それはどういうところにいるかっていうと、最初の方に入った投資家なんです。これ、はい、それはうまくこう利益出して逃げ切って、まあ頭のいい感じの人が大体最初入ったりするんですけどね。そうなんです。被害者は後から来る方の情弱なあの投資家の方なんですよね。はい。で、このね先行投資家になれるかどうかっていうのが、まあいわゆるその運命の分かれ道みたいなそんなようなところですよね。で、騙されもせずこううまくこうお金をこうまあ稼いでそのままこうドローンできた犯人と同じ、犯人ほどは儲けられないと思いますけど、まあある程度お金ももう握ってそのままこう逃げられるっていうようなところなんですよね。はい。で、まあもちろんなんですけど、最初から入ってさらに欲望の虜になってもっと投資してしまって、でもっとこう被害に遭ってっていう人を、まあ、最初から入って散々な目に遭っている人ももちろんいるとは思うんですけど、ただですね一定数いるんですよね。最初の方にあこれやばいなって感づいて、それでこう途中で逃げてある程度の利益出して逃げ切るっていう、まあ相当頭いい人だと思うんですけどね。まあ大体回転が早く、まあ多動型な人が結構そういうのが多かったりするようなところもあるみたいですけど、まあとにかくですね、そうなんです。ここ一つポイントなのは、やられるのは後発体なんですよね。はい。だからこの NFT 関連の DAO 企画なんていうのも、まさにそういうのがこう言ってるところもあるかなというようなところで、まあ大体やられるのはですね、後からね、こんだけこう盛り上がってきたから、あ、じゃあちょっとやってみようかなっていうようなところで、後から入って、NFT を高値でこう購入してしまった人とかはですね、今、まあ、大変な目に遭ってたりするようなところがありますよね。はい。で、まあだからこそなんですけど、このね、ポンジスキーム、まあ一つこう NFT とちょっと照らし合わせてしまうと、まあ、少しね中にはね結構真面目にね、NFT の DAO 企画とかやられているようなグループとかもあったりして、まあ、特に、ね、日本人ですよ。日本人って結構真面目なんでね、日本人が運営する DAO 企画っていうのは本当真面目にこうなんかいろいろね、もう積み上げてきてこう花咲かせてこうなんか、まあね、最近こうね DAO 企画みたいんでこう頑張ってるところとかも私も結構好きな応援してるところもあるんですけど、まあそういうようなものも今のこの局面はちょっと注意しなければいけないかなというようなところがあって、まああえてねこの本題の、悪意なきポンジスキームみたいなそんなような形でちょっとお伝えさせていただいているようなところがあるんですけど、このね本当のポンジスキームか悪意なきポンジスキームかどうかってこう見分けるのが結構難しかったりするようなところがあるんですよね。でやってるグループは本当真面目にやってたとしても結果的にね今この局面この市況の、この流れによってポンジスキーム的になってしまってるっていうようなところもあったりするようなところがあり、まあ、だからこそなんですけど、まあ、なんで私が今回このようにこうお話しするのかっていうとですね、まあ、とあるね、日本人が運営している DAO のこのビジネスで、やや今こう炎上してるようなところがあるんですよね。それはまあ、本当にこう真面目にこう DAO でこうこれからやっていこうって思ったいやさなかにね今ね仮想通貨大暴落ですね。イーサリアムとか、絶頂期の3分の1ぐらいにこうなってますよね。はい。でこれをねイーサリアムがここまで大暴落したのはその DAO の運営している、
日本人のグループのせいではないんですよ。そう、うん、まあ、だからこそこう悪意なきポンジスキームみたいな、そんなような意味深なタイトルにさせていただいているようなところがあるんですけど、こういうような状況にもなってしまうこともあるっていうようなところなんですよね。はい。でその時にこう買ってしまったのは、まあそのね、ダオ企画したあいつのせいだみたいなね、そんなような感じで、俺あんな企画なかったら俺はここでイーサリアムを買わずに済んだんだみたいな、そんなようなね手で結構炎上がしてしまっているようなところがあって、でそういう風にね今炎上してしまってるこの日本の世の中はね、ちょうどやっぱね、考えなきゃいけないかなっていうようなところあると思うんですよね。というのはですね、今この局面ね、日本人同士で、特にね DAO とかこう真面目にこう企画してきた人をこう攻めるっていうのはやっぱやっちゃダメかなって思うんですよね。はい。一番やっぱの大元でこのまあまあ、悪というかそのね、まあ、ポンジスキームのポンジさんになってるのは日本人じゃなくてもっと大元の上の上なんですよね。上の上にポンジがいるんですよ。それはビットコインとかイーサリアムをこう大量保有していた海外の機関投資家とかね、そんぐらいのレベルなんですよね。もう政府とか絡んでたりする可能性もありますし、アメリカとかね、そんぐらいの、人がこうごそっと、まあ、クジラですよね。クジラが今はね仮想通貨からこう金を資金をこうグッとこう、引き抜いているような、そんなような、状態になってる、まあ、それが今のこう大暴落なんですよね。だからこういうようなクジラがこう抜いてるのを横目に日本人同士でね、小魚同士でこう戦ってはいけないっていうようなところですよね。これはやっぱ一致団結して大元のポンジは誰なのかというようなところを意識を、向けるっていうのは、まあ、特に海外にこう意識を向けるっていうのが今この局面日本人に特に大切なんじゃないかなというようなところがあって、まあ、このように収録させていただいたところでもあります。まあ、とにかくね、まあ、とあるDAO の日本人の企画したものが今ちょっと攻められてるような、そんなような状況でもあるんでね、まあ、こういう時にはですね、やっぱその日本人同士でやり合うっていうんじゃなくてね、もっとこう協力してね、で海外に目を向けながらそこに警戒をしながらね、なんかこうビジネスを考えていくっていうのが、まあ、今の日本に必要なんじゃないかなとも思えたりするようなところがあって、まあ、このようにちょっと語らせていただいたところでもあります。これからのねインターネットビジネスね、日本ではやっぱ発展してってほしいなというようなところもありますんでね、ぜひ、この辺ちょっとご考慮いただければと思います。本日は以上になります。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。IT エンジニアに栄光あれ。